雄三の部屋。雄三の部屋。はい、皆さんこんばんは。ですね、今年も2023年も雄三の部屋を継続してやっていこうと思っています。2023年1回目はですね、今回はこのメンバーに来ていただきました。このメンバー3人とですね、ちょっと今現状を踏まえていろんなことを話していこうかなと思っています。とりあえずじゃあ自己紹介。背番号8番ディフェンダーの、スラッキーです。よろしくお願いします。背番号2番のディフェンダー石田祐介です。よろしくお願いします。で、リクはさ20番です。はい、です。もう一人です。忘れないでください。背番号16番、ミッドフィールドじゃないです。ディフェンダーの河村です。お願いします。嫌だね、なんかね。まあ。新加入とね、なんとなく、今回のメンバーはなんとなくサイドバックみたいな。そうです。はい。誰と同じ部屋もリクさんです。いや、最悪だね。いや、俺たちの最悪です。うるさいでしょ。一人で喋ってます。いや、でも、ありがたいって言ってくれます。なんかずっと一人で音楽でもかけそうだよね。いや、音楽はリクさんの方がかけてます。あ、そう、俺の方がかけてます。ずっとブツブツ言ってんの。言っちゃうっす、もう話しかけるっす。でも自分もちょっと、はい、いろいろ話を聞きな。リクから見て二人どうなの。いや、二人とも元気っすね。元気です。だと、なんか普段からやっぱずっと笑ってます。あ、そうだ。はい、笑顔ですね。はい、明るいです、性格は。確かに、性格が悪いよね。あ、それは間違いないです。そう、石田はなんかほら、性格が明るい。ど真面目です。ど真面目じゃん。はい、いや。当時成人でね。はい、成人しました。奥の方はさ、ちょっとなんか、足んないっていうかさ、ちょっと抜けてます。抜けてるし。はい、ちょっと抜けてます、ね。でも明るいですよ。目はしっかりしてるっす。はい、そうだ。そうっす。あれ、これから見せていきます。しっかりしてるところ。大丈夫。大丈夫です。大丈夫ですよ。どうですか今チームの状況は。ちょっと最初ちょっと真面目な話でどうですか。まあ、やっぱ若いんででも少しずつみんなが仲良くなってきて、うん、結構なんかこうそれぞれ新加入の巣が出てきたりだとか、うん、まあ、結構賑やかになってきたなって感じは、うん、まあ、ちょっと一発芸も披露してね。披露してどう、はい、今チームの状況。そうですね、まあ、僕も前いわきのサッカー部に、まあ、少しずつですけど、まあ、慣れてきて、まあ、でもまだまだこう課題というか改善点ありますし、それはやっぱ既存の選手がいろいろやってる分、まあ、それこそ陸君とかもいろいろ聞きながらやってるんで、やっぱそういうコミュニケーションをもっと増やしていければなっていう。なるほど、はい。まあ、正直もっと堅苦しいかなと思ってたんですけど、チーム的にシビアなのかなと思ってたんですけど、年齢近いっていうのもあるかもしれないんですけど、本当に先輩が何よりまず優しいんだ。誰が優しい。リクさんです。シビア優しいやつ。やってます。やってます。俺ちょっとね、お前ね、それよくない。よくないことはないっすよ。自分の好感度を上げる番組じゃないから。いや、普通にでも、まあ、まあ、今回部屋になって、リクさんも、まず、俺に遠慮すんの、遠慮したらダメって言ってくれるぐらいはまず優しかったんで。そんなこと言ったらリクのまた好感度がグイグイやる。そうなんではないです。すぐに監督の印象、はい。うお、僕は森保監督に似てるなって感じで。おお、その話グリさんも寄せてんな。あ、寄せてますか。わかんない似てると似てるなっていうの僕がそうですね。うん、じゃあこの人でリフ君に。へえ、うん。じゃあ匠さんの印象。匠さんは、うん、マジで元気だなと思います、ね。ああ、なんかうるせえでしょ。はい。いや、うるせえじゃない。うるせえじゃないですけど。面白いですね、本当に元気ですね。なんか無邪気なんか僕とか言うんですけど、子供や、ね、少年なんだよね。少年、サッカー少年って感じすごいですね。いわきでおすすめのお店、いわき、まあ、浜通り3つあって、うん、ちょっと待って、内原さん、あで、あとテルさん、あと、あと
元気なんですか。元気や。はい。はい、お世話になります。なるほど。これテル行ったことないんだよね、まだ。ヨシギュウ。こっち来て行ってないですよ。そう。波風です。食堂波風さんです。おお。めちゃくちゃうまいです。波風って結構行ってるよね。そうですね。多分結構行ってる。山とか行ってんじゃない。去年の選手は行ったから。それこそエイジ君に連れてもらったら、クリトスエイカニブとか、まあ、行った自分たちがする。俺なんかキャンプ来て初めて、あの初めてじゃないけど、あのもっと普通に思ったことが、普通の J リーグのチームになってきたなと思っちゃった。あ、今までキャンプって行かなかった。去年はね、千葉に行ったけど、今までキャンプで行ってないの。ずっといわきでずっとやってたから、地域リーグとかね。鳥取はどこ行くの。鳥取なくて。あ、ないんだ。はい、もうそのまま米子でもう普通に練習するぐらいなんですけど、なんで岩木来て僕もキャンプだみたいな、テレビとか YouTube で見る感じだったんで、すごいなって思いました。最後にですね、じゃあこれを見ていただいてるファン、サポーターの皆様に一言ずつ。まあ、まずキャンプが始まって、まあ、チームとしてもこれから、まあ、戦術だったり、まあ、もちろんこのような保護者争いっていうのが出てくると思うので、まあ、そこに、うん、自分自身をしっかり準備してこう目の前のことを全力で取り組めたきかなと思います。今シーズン自分自身背番号8番だったので、まあ、昨年までいたマサル君を超えられるようなこう新しい背番号8番を築けたらなと思ってます。まあ、僕もまあ、岩手に来て、まあ、いろいろこう苦戦している部分もありますけど、まあ、自分らしくこうやり続けて、まあ、岩手のこうサッカーにフィットして、まあ、なおかつ自分の良さをどんどん出してこう J2 でも戦えるぞっていうのをしっかり証明したいと思うので、まあ、あとは本当に岩手を盛り上げたいなっていうのは僕も心から思ってますし、そのために日々頑張るので、共に戦いましょう。応援よろしくお願いします。はい、ということで、ちょっと待ってください。まだ最後に留守です。絶対もうそうなると思ってました。俺も準備してました。いらしてください。今一番面白かった。今が一番。今が一番。話す。どうぞ。大卒で1年目ですけど、まあ、遠慮することなく、まあ、自分が今はとりあえず一番の目標は開幕で、スタート一緒に出るっていうところなので、このキャンプが一番大事になってくると思いますし、まあ、そこで自分が何ができるかっていうのを試合で表現していかなければいけないので、まあ、そこをまず一番に、もう自分の課題というか挑戦するところっていうので目標を置いてるので応援よろしくお願いします。あと、あの自分インスタで今日だったら、昨日だったらリクさんとかで、今日だったら遠藤選手のそのオフショットめっちゃ撮ってるんで、そういろんな、これからいろんな選手のオフショットバンバン上げていくんで、ぜひフォローよろしくお願いします。以上です。はい、カットです。絶対カットください。それなんか、それなんか個人的なそれで俺の見て、そっか、いろんな選手の私生活も知られざる一面なんだって思うじゃないですか。そうやって自分のフォロワーを増やすそういうのはダメだよね。ずるいでしょ。よく出ちゃってます。でも俺はもう準備してますからね、しっかり2人の間にこれだけは絶対言ってやるって。めっちゃ考えてたでしょ。そうっす。2023年も、雄三の部屋をあのフロントの人が無茶振りで大変なのにやっていけっていうことなので、とりあえずこれ今日ね、キャンプ2日目なのに一発目やって、まあ、こんな3人ですけど、まあ、思うのキャラもありますし、一番最後の両方なんだけど手つかかんないことないですね。まあ、とにかく選手ね、あのキャンプ、今この1次キャンプいわきでやって、とにかく体を追い込んで、今これ2次キャンプということで、ゲーム形式ということで鹿児島に来てますので、今日のトレーニングマッチはちょっと勝てませんでしたけれども、ここからトライアンドエラーしっかり開幕にいい状態を迎えられるようにみんなで頑張りますので、今年も応援よろしくお願いします。お願いします。川村のじゃんけんとか行く。絶対やす。え、なんでですか。そういうのやってよ。そうやった方が人気出るよ。人気出るっすかね。出るチャンスっす。じゃあ今日もじゃあ最後じゃんけんで割りますって言って、川村ちゃんみたいな。毎回じゃあ俺ここに出る。そのシーンだけ撮るから。ちょっと大変じゃないですか。めっちゃじゃあ次の部屋でまた会いましょう。
川村じゃんけんじゃんけんぽ、僕はパーを出しました。バイバーイ。カットだね。でしょうね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。